今月15日に行われる日本一の芋煮会フェスティバル。今朝、フェスティバルで使う大鍋、三代目鍋太郎が会場となる馬見ヶ崎川河川敷に移されました。大鍋の大移動に密着しました。あちらが今日運ばれる大鍋です。いやー、大きいですね。私、初めてあの大鍋を見たんですけれども、想像以上の迫力ですごくびっくりしました。今日からいよいよ芋煮会に向けて準備が始まります。山形の秋の風物詩、芋煮会を日本最大規模で開催する日本一の芋煮会フェスティバル。およそ3万食の芋煮を調理する三代目鍋太郎は、直径 6.5 メートル、重さおよそ4トンと日本一の大きさを誇ります。その大鍋の移動は、辺りがまだ薄暗い今朝5時30分ごろからスタートしました。今クレーン車で大鍋が持ち上げられました。大移動その1、クレーン車で吊り上げられた鍋太郎はトラックの荷台にゆっくり丁寧に乗せられます。見てください、前から見ると荷台に収まっていない大鍋、ゆっくりと大移動しています。大移動その2、鍋太郎は道路1車線に収まらないため、贅沢にも2車線を使って公道を100メートルほど走ります。次のポイントに向け、ここでも慎重に移動していきます。はい、早朝からの大移動ということですけれども、はい、いかがでしょうか。やっぱり壮大なことをしてるんだなと改めて思った次第でございます。みんなでこうやって気持ちを奮い立たせるべく、はい、出席しております。実行委員会の皆さんも気持ちが高ぶるのがこの大鍋移動の日。宙に浮く鍋太郎はまるでクレーンゲームのようです。大移動その3、そして鍋太郎はついに会場の河川敷に移されました。迫力がすごいですね。間近だとやっぱり相当大きいんだなと思って、めっちゃ撮ってます展示スペースから100メートルほど移動した河川敷に今鍋が降り立ちました。ここからあちらの奥に見えるかまどの土台の上にこの大鍋が運ばれるということです。鍋太郎の大移動ラストスパートです。実行委員の熱い視線が送られる中、鍋太郎は何度も何度も移動を繰り返し、そして作業開始からおよそ1時間ほど経った今、ようやく三代目鍋太郎がかまどの土台に設置されようとしています。最後は数センチ単位での微調整を重ね、ついにかまどの土台に鍋太郎の設置が完了しました。9月15日の日本一の芋煮会に向けて、いよいよだなという思いを感じております。今年のテーマ、感を尽くすとあるように、来場していただいた皆様が笑顔で大いに楽しんでいただけるような、芋煮会にしたいと思っております。本番に向けて、あさってには洗浄が行われます。日本一の芋煮会フェスティバルでは、今年新たに熱中症対策としておよそ200人を収容する休憩テントゾーンが設けられます。今月15日の日本一の芋煮会フェスティバル当日は、午前9時半から芋煮が提供される予定です。いよいよ芋煮の時期ですね。うん、そうですね。もうこの大鍋がもう会場にセットされると本当にワクワクしちゃいますよね。そうですね。はい、もう県内はもちろん県外からも大勢の人が訪れる一大イベントですからね。本当にワクワクしますね。そうですね。うん、会場では大鍋で作られる醤油ベースの芋煮3万食、うん、そして塩味の芋煮も5000食提供されるということです。もうね、お腹が空いてきました。